皆さんこんにちは。ひろしひろしのソロトラベル、ご視聴いただきありがとうございます。今回は東京ドームクライマックスシリーズ第4戦巨人対横浜ベイスターズを見に行きました。クライマックスシリーズ第4戦東京ドームプレミアムラウンジをご紹介したいと思います。東京ドームは22番入り口がバックネット裏になります。こちらが22番ゲートになります。今回ご紹介したい一塁側のプレミアムラウンジの入場ゲートは30番ゲートからになります。こちらの回転扉を入場しますとご覧のような形でプレミアムラウンジがあります。ご覧のような形で軽食や飲み物があります。こちらはチキン、こちらはサラダですね。こちらはポップコーンになります。それから飲み物もありますね。こちらはウーロン茶と紅茶とオレンジジュースがありました。ご覧のような形で試合前は大人気になっています。試合が始まるとですね、皆さんお客さんは少なくなりますね。はい、私もホットドッグですとかスープですとかポテトチップス、マグロチップス、ケバブをいただきました。非常に美味しいですね。それからチケットなんですけれども、チケットにビュッフェ代を払ってない方は当日だとプラス4000円でビュッフェもいただけることができます。こちらはメニューですね。こちらがロイヤルウィングという席になります。試合中は皆さん試合に専念していますので、こちらは空いています。ロイヤルウィング席は投手と打者の退場を見守るのに絶好のアングルになります。チケットの入手は、私は巨人のファンクラブに入ってますので抽選に申し込み当選しました。料金は3万円でした。こちらのロイヤルウィング席というのは64試合2席で327万6800円する座席になります。1試合あたりの単価に直しますと2万5600円が1試合1人の単価になります。かなり高価な席ですね。ロイヤルウィング席はこのように非常によく見えます。球場全体が非常によく見渡せますね。井上投手と牧選手の真剣な勝負をご覧ください。次はグランドウィング席のご紹介になります。グランドウィング席は一塁と三塁ベースからホール手前までのつながるエリアがグランドウィング席となります。1試合1人の単価は2万600円になります。次にご紹介したいのはスーパーウィング席になります。スーパーウィング席はライトからレフト、ポールの手前から外野スタンドの上にかけて広がるシートになります。1人当たり1試合単価に直しますと1万5600円になります。ご覧のような形で1通路からですね、15通路ぐらいあったと思うんですけれども、こちらがライト側の1通路になります。バックネット裏はこのような形で非常にこちらもですねよく見えます。ベイスターズの選手が打撃練習をしています。横浜ベイスターズの選手も全員素晴らしい選手なんですけれども、私は宮崎選手とですね牧選手が非常に好きで、この2名の方は非常に打撃がいいのでですね、非常に今警戒をしています。こちらまだ試合開始前なので事前にですね非常に近くで見させていただきました。私のカメラの方向にですね向けて打っていただいています。こちらはキッズジャビット、かわいいですね。こちらはジャビットになります。
次の画像は三塁ベンチ上からの画像になります。このような形で見えます。坂本選手とですね、ちょっと挨拶したら挨拶していただいて嬉しかったです。坂本選手ジェスチャーだけでちょっとわからないんですけども、今日も打つぞっていう合図だと思いました。こちらの画像は私が今年の春ダズーンエキサイトシートで見た時の画像です。ダズーンエキサイトシートで観戦するとこんなことが起きますという動画も出してますので、もしよろしかったら概要欄に貼り付けておきますので、こちらの動画も見ていただきますと非常に嬉しいです。概要欄に貼り付けておきます。ダズーンエキサイトシートにはですね、ヘルメットとグローブが備え付けられてるんですけれども、ヘルメットをかぶってる方っていうのはいなかったですね。ちょっと私もかぶろうと思ったんですけど、ちょっと恥ずかしいのでかぶりませんでした。それから私は読売ジャイアンツ球場に今年の春行きまして、読売ジャイアンツ球場野球観戦で楽しい4選っていう動画も出しています。こちらも概要欄に貼り付けておきますので、よろしかったらぜひご覧になってください。私の観戦に行きました10月19日は井上投手の好投もあり、4対1でジャイアンツが勝利しました。最後は CS 第5戦でソロホームランを打って試合を決めてくれた中山礼都選手と、第4戦大活躍の井上晴人投手の投球です。読売ジャイアンツ背番号40番中山礼都です。今シーズンのスローガンは新風ジャイアンツチャレンジ。ジャイアンツに新風を吹かせ勝利を届けられるよう頑張ります。そしてファンの皆さんには自分の力強いプレーを注目してほしいです。読売ジャイアンツは今年で90周年を迎えました。皆さんの応援が大きな力になります。ファンの皆さんと共に行こう、最高の未来へ。